元麗しゅうございます。お嬢様ご機嫌麗しゅうございます。さあ今日はですね、お屋敷を飛び出してちょっと違った場所で、軽くお茶会なんかを開いてみようかなと思います。実はそんなお茶会のお供に、はい、私いおりからとあるものをお預かりしておりまして、それを今日持ってきました。お預かりしてるだなんて水臭いじゃないですか。実は先日ちょっとお出かけした際にお土産を購入いたしまして、なるほど、この朝にプレゼントしたわけなんですよ。長かった今日までずっと我慢してた手元にありつつもだからお預かりです。もう本当にずっと食べるの楽しみにしてました。ドンドン。なるほど、こちらです。フレンチトーストクラッシュ。すごい、すごいこれ。なんかキャラクターみたいな感じですね。ああ、じゃあそっくりそっくり。うん、いや何かと言いますと、はい、シリアルなんですよ。シリアルと申しますと、お嬢様方どのようなイメージを持たれるかわかりませんけれども、まあ、大体こう朝食に食べる、うんうん、ね、コーンフレークでしたりとか、オートミールだったりとか、ブラン系のものだったりとか、いろいろあると思うんですけれども、大概こう健康にいいなとか、そういうイメージで食べる方が多いかなと思うんですけども、なんとそのシリアルがフレンチトースト。フレンチトースト。フレンチトーストなんですよ。もう開けてる。もう早いんですよ。フレンチトーストのおやつなのか朝ごはんなのかもうわからない。ちゃんとフレンチトーストだ。パッケージとなんかちょっと違う気もするけど、クルトンみたいな。フレンチトーストですよ。形になってパンの形になってるんですよ。ちっちゃくなってしまってフレンチトーストですよ。いやこれね、熊川さんにぴったりだと思ったんですよ。すごい。いやこれは早速いただいてみたいじゃないですか。みんなで食べましょうよ。牛乳用意してありますんで、早速おいしそう。お味見しましょう、はい。さあ改めまして、はい、もうすごい甘い匂いがしてるんですよ。確かに。なんか、メープルっぽい味がします、はい、香りがしますね。何を隠そう、私フレンチトーストに目がありません。パッケージには美味しそう。熊川さん、え、あ、今食べる、今食べるのかなと思いますね。ちょっとこのまま食べてみたそのままいきそうな感じだったので。パッケージにはハニー&シナモンっていう記載があって。そうなんですね。シナモンも入ってるんですね。じゃあちょっと、あ、もうそのまま、あ、お味見されました。え、これ美味しい。さあ、じゃあせっかくですから牛乳かけて。はい、どうぞ。これなんか懐かしい味がする。おお、ありがとうございます。嬉しい。私ですね、実は先ほど一緒に食べますっていう風に誘われてまして、ご飯食べちゃったんです。え、結構私も食べましたけど。え、食べたんですか。うん、今私も食べましたよ。なんでちゃんと別腹になってるんですか。結構お腹いっぱいじゃないですか。おやつはおやつですよ。さっきのはお昼ご飯だよ。これ朝食なんだよ。もう5分もないですよ。ええ、これは朝食ですもんね。朝食、そうそうそう、どうかしてますね。さっき昼食で朝何も食べませんでしたタイムスリップしてます。じゃあいただきます。いただきます。でも美味しそうです。でもシナモンとは言いつつ、でもそんなに強く香ってない。あ、でもいや、そうですね、ミルク入れたらシナモン強くなりました。不思議なシナモンですね。うん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 、シナモンだけにね、もう、まあ、おいおいですよ。もう、今ならいい、もう、ほっときゃいいんですよ。そうか。お想像の通り、大変おいしゅうございます。何ですか、ちょっと食べたい必要あったんですか、本当に。いや、でも大変おいしゅうございます。香ばしさと、うん、このシナモンの感じがすごく相性がいいですね。だから最初、うん、口に入れると、もう、蜂蜜の甘さと蜂蜜の香りって感じなんですけど。最後にシナモンやってくるんですよ、うんうん、けど私としては最後のシナモンのこの追っかけがちょっと辛いですけども、うんうん、でも程よい甘さ、そんなに激甘じゃないですね。いつものお屋敷のお品をおすすめする感覚ですごいこの魅力を伝えてしまうんですけど、お嬢様からしたらよくわからないと思うんですよね。そうですね。でもこれあれですね、フレークっていうと我々コーンのイメージありませんか、コーンフレークのイメージがあるんですけど、これいいですね。これおそらく小麦粉ですよね、これね、パンだから。フレンチトーストっていうぐらいですね、うん、食べた感じもどうです、トマさん。トウモロコシだ。うん、トウモロコシでした。え、でもパンっぽい、うん、パンっぽいです、味は、うん、でも確かにトウモロコシの甘みがあるんだなと言われればそうなのかなっていう感じがします。なるほど、トウモロコシか。
トウモロコシなんだこれ。でも可愛いし美味しいし素敵。これ朝ごはんに常備しようかな私。私はやっぱりこのサイズもやってくるシナモンがちょっと苦手。そうですよね。ゆりさんシナモン苦手ですもんね。数少ない苦手な食べ物の一つ。そうですよね。なんかフレンチトースト食べたくなってきましたね。ジェミーどうですか？あんまり聞かないですよ ね。そのままお気に召していただけたら嬉しいですね。大好きです。好き。これからあの毎日美味しい食べてください。意味でございます。お嬢様、本日のご朝食こんなものいかがでしょうか？フレンチトーストクランチでございました。もぐもぐしてまま開けた。ご機嫌うわしゅうございますお嬢様。ご機嫌うわしゅうございます。ラムかい。